のパパラピーズです。はい、今日はですね、原宿に来ております。イエーイ、久しぶり。はい、ということで今日の企画なんですけど、はい、私たちの登録者数がなんと10万人に到達するということで、都市伝説やん、10万いくって、はい、まだなんですけど、はい、で10万人いくということで、はい、今回は原宿で一つの説を検証したいんですけど。どんな説ですか？原宿に歩いてる奇抜な格好したファッショニスタ、大体インスタのフォロワー多い説ということで、それを検証するために、まあ、ただただなんかいろいろ声かけてフォロワー何人ですかって聞くのだけと面白くないから、自分たちがまあ10万人到達するということで、その声をかけた人たちのフォロワーを足して足して10万人に達成するまで帰れません。いや、大丈夫、大丈夫です。はい、大丈夫です。信じてるよ、僕は原宿を。じゃあもし仮にあの藤田ニコルちゃんがニコルですって歩いてたら、もう一発ニコルさん見つけに行こう。はい、あの子フォロワー多そうやなって、ほんまに多かったらもうスカウトマンにでもなればいいんじゃないでしょうか。 YouTube をやめて、はい、はい、お願いします。かしこまりました。はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。ゴー。歩いてるんですけど、なんかむずいよな、この企画。そうだね、結構顔みんな平均的やんな。そうね、失礼かよ。自分も言われへんから。あ、ジョルの中でです。 ありやね、なんかあの原宿にね、ジョルっていう場所があるんですけど、そこはなんかちょっとあの毒物の子たちがよく集まってるという噂をよく聞くんで、探しに行きたいと思います。はい、今エレベーターなんですけど、ジョルに着きました。はい、収穫あるかな、ちょっと。じゃあ、あることも記念の方や。あってほしい。ジンジンがね、ケバブのところに写真いてるみたいです。上から2番目にジンジンがいてますね。ジンジンのね、ちょっとね、みんな、こちらにジンジンいてます。いらんけど。はい、後ろ姿で手紙で健康食1人目捕まえました。すいません、こんにちは。すいません、すいません、ありがとうございます。インスタグラムのフォロワーを教えていただきたいんですけど。143人。ありがとうございます。はい、あの143人、143だったので、残り 99,857 円です。7円じゃない、7人です。ね、人はお金じゃない。7人。あそこに可愛い子いる。お二人のインスタグラムのフォロワーを聞きたいんですけど、教えてもらってもいいですか？にゃんにゃん、にゃんにゃんっていうか、なんかにゃんにゃんじゃない、猫って感じの服装されてるんで、絶対多いな。確かに可愛らしい。はい、うわ、何人、何人、想像レイコちゃん。はい、リクチュー、レイコちゃん。え、リカちゃん、わかります。おはよう。2150K。 YouTube OK ですか？あ、全然大丈夫、全然。 OK、 やばいよ、あんた。 OK、 さすが、さすがよな。55人、はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、あの大量すごいですね。ジョルの1階のすごい、結構あのイケイケな端っこの隅側でですね。ジャッキーなんで。マンジさん、そうね、懐かしいものを感じるね。富山から僕来ました。富山県ですよ。あ、富山県。今は富山に住んでます。富山に住んでます。遊びに行きました。お盆休み、仕事のお盆休みですか？はい、若者たちのインスタのね、フォロワーがどんなものなのかちょっと聞いてみたいと思います。何歳ですか？自分15です。15です。15、ちょっと帰ろうか。こちらの方から分かりやすく、すいません。504っすね。はい、957 1078 1078、なんかしてるんですか？1078 TikTok です。あ、TikTok やって。ミスターコン。あ、ミスターコン。あ、ミスコン、ミスターコン出てるんですか？ミスコン。そうなんや。自分も結構第二次審査で落ちたんですよ。そのおもろいこと言った今。女性の方いいですか？すいません。793。ピンクのピンのお兄さん。18万人。18万人、もう終わりです、企画。じゃあ今日終わりよ。550。ゼロの数ですか？1470。一番端のお兄さん。154人。おお。何が？かわいそう、最低やね、今の最低。息子なんで落ちたんですか？息子はなんかね、結構足の指のね、間の匂いが臭いみたいな。そんなとこ。はい、今のところですね、あの先ちょっと大量捕獲したんで、めっちゃでも若い子で、なんかすごいいい子やったね。そうそうそう、なんか普通の一般人じゃなくて、ちょっとなんか TikTok とか、そう、なんかミスターコンとかやってるみたいやったから。そうですね。はい、でそちらの方々も全部合わせまして、はい、今のところの合計が9,094人ですね。そう、10万人から引いて9,094人なんで、あと9,094人を捕獲しないと私たちは帰れないんで、はい、頑張っていきましょう。リスナーさん、女の子2人捕獲しました。お願いします。聞いてみましょう。かわいいな、ほんで。じゃあということで、じゃあフォロワー数教えてください。838人。ごめんなさい、すみません、間違えました。838人。349です。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に変顔いいですか？はい、どうぞ。Where are you from? France.
France. France. Okay. ということで、フランスの女性の2人からですね、知ってるというふうに。はい、まさかの。はい、ということでね、インスタグラムのフォロワーを、Please ask me your Instagram follower. 552。ありがとうございます。337。337ですね。OK、Thank you! 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 ありがとうございます。Thank you. I love you too! フランスのリスナーさんからもですね、はい、まさかのここでそう、クリーマンとキュウリとアップルだから、なんでキュウリ、カッパはキュウリが好きやから、いい加減にしてください。もう突っ込むのしんどいねん。塩もいる。はい、めちゃくちゃ有力候補すぎる、はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。インスタグラムのフォロワー10万人合計達するまで帰れませんみたいな。はい、やってるんですよ。あの、いいですか皆さん。かわいいは多分目おかしい。フォロワー数を、まあ、検索すれば分かるんで。そうやね。はい、っていう感じで、ちょっともう今日企画終了ということで。はい、そういうことで、あの、はい、本日企画終了いたしました。あの、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、なんか奇跡がもうすごい起きまくって10万人つきました。もう最後のピックアップアップルに合わんかったら無理やったよ。佐藤ソルトちゃん、はい、ソルトちゃんもいてたしですね。ちょっと待って奇跡、リアルにセナ君がということで、なんかね、あの奇跡が起きました。今日なんかめっちゃいろんな人に会うね。じゃあそうね、今企画がフォロワー10万人超える人をかけ、声かけた人のフォロワーで10万人達するまで帰れまてんをしてるんですよ。っていうところ で、 そうで、ちょうど今エンディング撮っとったよ。もう10万人終わったよ。そうっていうところで今そう終わったところで来ましたんで、今来た意味というか来た意味で、もしかしてハルセンボーのお二人ですか。角の卓上じゃねえよ。ね、これ本当にもうガガさんも嫌いになっちゃった。私がはるかに似てても私のこと嫌いにならないでくださいみたいな。ね。